気流氏は南北朝時代から戦国時代末期にかけて上野国東部山田郡気流地方を本願とした武家の一族。平安時代末期に見える気流六郎を前気流氏とし、これに対して本項目の気流氏を後気流氏と定義する見解が一般にはあるふする。一方で地方史研究の分野では佐野詩との関連に着目して、 桐生佐野氏と定義する説が有力となっている。なお金星成立の伝承、物語と同時代史料に基づく研究結果でその動向が全く異なっている。藤原秀里の系統である藤聖足利氏の一族という。関能元年に佐野氏の一族、桐生妻元の末裔とされる気流高和乳道国綱が被赦山城を築き拠点としたのが 始まりとされる。一方、桐流氏は、富士製足利氏の系譜に移動が多く、東明に見える桐流六郎の末裔とする桐流地方氏の説が有力とした。逆進となった六郎の名をはばかったのではとしている。桐流氏は桐流六郎を前期桐流氏本校の桐流氏を後期桐流氏と分類した。 女皇の時周辺の少量種を打ち桐生しの前世紀を迎えたが、女皇の養子、桐生ち勝つなの時内粉が生じた。佐野市から入ったちかつなは、佐野家から連れてきた家臣を徴用し、桐生し不代をないがしろにした。また領内に防政を敷き、渡瀬川の推理をめぐっては、先代の時から、由良氏と取り決めてあったのを、桐生側により有利に変更しようとして、 ゆらけと対立してしまう。元気4年3月、家中の乱れを見た、ゆらなりの軍勢に攻められる。秘釈山城は落城し、下綱は、なんとか故郷の佐野領へとたどり着くが、給料の指示がなく、反抗が失敗、その年の5月に会えなく死んでしまう。ここで、名門、桐生氏は224年の歴史に幕を下ろしたのである。その後、秘釈山城には、 ゆらなりしげが入った。諸説伝わっている。一例を示す。気流綱元気流勝綱、気流氏綱、気流の綱つな、流国綱、気流元とよし、気流ゆたかこう、気流ぎつな、気流まさつな、流ざいと流近安、気流しげつな、気流助光、気流ちかつな、流氏がひし山くやにあり、地下綱の失勢のために滅亡したという説が広く、知られている。 しかし研究により、その動向は、近世の軍機物、系譜、地元伝承に頼ったもので、同時代資料に照らし合わせると問題が多く、ある程度は史実を反映しているかもしれないが、そのまま受け取ることはできないとされる。まず、群馬県史で、女皇、地勝名が、佐野市からの養子であり、気流氏・コール佐野市の一体性が示され、黒田元木によって、 桐流佐野氏として位置づけられた。黒田は古文書によって、桐流系府の再構成も行っている。足利氏の一族、佐野氏の分家。佐野大井之助が桐流に入部したのが、桐流佐野氏の始まりである。これにより桐流氏が初めて成立したとする説もあれば、一方で後世の軍記物の多くや慶安2年の、正方寺古文書などで、 西方寺が、気流士による混流だと伝えるため、室町前期に、気流士の空しき人物があり、その名跡を、佐野大井之助が継いで成立したする説もある。上和5年には、気流また六方死魚は、同時、老三郎国密が、足利高氏から気流里の在家などを与えられており、気流六郎以後で気流里に、気流士を名乗る勢力があったようだが、 桐流佐野氏との関係は確定できていない。なお桐流また六方事業案について桐流氏氏が近世の軍機物桐流本末期に見える桐流国綱と同一視しているが国綱は実在性が疑問視される人物だとされる。なお戦国時代までは桐流とは名乗らず佐野と称している桐流姓が見られるのは江戸時代に入ってからの文献である。 気流佐野氏初代の佐野大井之助は、京徳2年1月、足利重氏から御領所の気流里の大官に、任じられた。2年後に始まる京徳の乱では、本家、佐野森綱と共に重氏方となっている。当初は、気流号は、戦乱の後方地域にあったが、長六2年になって気流里に隣接する、新田僧を支配していた岩松氏が、 重氏方から上杉方に離反し、桐生佐野氏は上杉勢の攻撃を受けるようになった。このため、桐生佐野氏は文章元年に上杉方に基準する。しかし文明4年の古学坊、足利重が側の反抗以降に再び、桐生氏は古学坊側についている。長教の乱では、桐生佐野氏は一貫して古学坊側にあった。 しかしその小学簿が内紛を起こした、栄章の乱では、動向がよくわからなくなる。足利高本や春氏から、簡易所領安どを受けているが、所属の詳しい変遷は不明である。天文年間には、山内上杉氏の配下にあり、御法上氏に対抗している。天文23年には、小賀城に籠城した、足利春氏を支援したが、 ご法上市の攻撃で9月に降伏した。また、長京の頃から、神殿の横瀬市と渡瀬川水里をめぐり、対立していたが、横瀬市、桐生佐野市ともに、ご法上市の配下になったため、朝廷が図られている。永禄3年、長岡ゲートらが、関東管理下見過県政を報じて、関東に侵攻してくると、桐生佐野市は、 本家の下助家佐野氏と共に a 禄4年になって、上杉に基準したが、謙信が帰国すると離反した。周辺の横瀬市、足利長尾市、沼田城が、上杉側であり、御法城側の最前線とあった。このため、a 禄6年から翌7年にかけて上杉方の攻撃を受けて降伏する。しかし今度は、南の新田、 横瀬市、足利長尾市が御法上へ離反し、上杉川の最前線となっている。以後の動向は不明である。気流地域の動向は資料に現れず、気流佐野市の様子は不明である。赤城神社年代記録によれば、元気4年3月、由ら成重が気流城を落としたとある。少なくとも、由ら勢による気流落城までは国州として、 紀流にあったと推測されている。黒田によれば、紀流佐野氏が、下野佐野氏、馬屋橋長野氏と共に、上杉謙信による、A63 年の関東侵攻に際して、すぐに同調せず、翌年に基準するが離反し、A66 年に、上杉勢から攻撃されているなど、謙信に反抗的であったため、処罰され、紀流量の実権を失ったのではと指摘される。 子孫の遺書書によれば、由良氏によって、領地を失った後は、その由良氏に保護され、その領内に陰性状態で、存続していたとされる。由良里に陰性した、桐生氏月シは、慶長を3年に死去し、その子、又次郎は、寛永元年9月に、甲府藩主、徳川忠長に四に49歳で死官したが、その後は不明である。一方、 キリュウ・シュゲツナの先代、ナオツナには、実施、モリツナがあった。森リツナは、少なくともシュゲツナの家督継承時には、安房の里見氏と里見の日後下にあった小弓久保の元へ身を寄せている。実施が家督継承しなかったことについては、キリュウ・サノ氏の上位勢力の動向と絡んで、家中の内向などがあった可能性が指摘される。後モリツナは、 小弓久保の過労となり、子孫は、きつれ川半々子として続いた。また、森綱と共に、安房に身を寄せた姉妹は、小弓久保家、第二代、足利頼住に嫁ぎ、月経院を生んでいる。黒田元木の推定による。気流直綱気流坊気流助皇気流直綱気流茂綱ありがとうございます。